こんにちは、水彩スケッチの五十嵐です。今回は桜のスケッチをお見せします。白い絵の具を使わず紙の白地を生かした桜の描き方をどうぞ最後までご覧ください。東京都大田区にあります千束池公園のソメイヨシノをスケッチします。最初に 2B の鉛筆でおおよその形を決めるあたりを取ります。次に 0.3 ミリの耐水性サインペンで下書きをしていきます。紙はいつもの携帯に便利な F4 サイズのスケッチブックを使用しています。池にある杭はアクセントになるのでペンでしっかり描いていきます。桜の背景の木の幹や枝をペンで描いていきます。練り消しで鉛筆のあたりをきれいに取ります。筆はいつものようにこの熊取り筆1本で全て描いていきます。色塗りは主役の桜を描かないで桜の周囲を塗っていきます。桜の花自身を描かずに桜の背景を描くことで桜がだんだんと浮かび上がってきます。桜の隙間から見える奥の樹木もしっかりと塗っていきます。後ろの樹木は筆のタッチを効かせてその特徴を出します。ここに階段があるのですが、筆の穂先を尖らせて丁寧に塗っていきます。手前の杭は光の当たる部分を白く残して塗ります。
桜の幹は花が引き立つよう濃く塗ります。赤系の色を水に薄く溶いて塗っていきます。白い絵の具は使わないので、紙の白地を残しながら塗っていくのがコツです。ブルー系に赤系を混色した影色で桜の影の部分を塗っていきます。そうすることで立体感が出て花の白い部分が輝いてきます。水面の映り込みを塗っていきます。縦タッチの後は横タッチです。筆の穂先を尖らせて細い木の幹の写り込みを描いていきます。
鼻の映り込みは縦タッチ、横タッチを繰り返していきます。はい、これで完成です。これからもさまざまなスケッチをお見せしていきます。高評価ボタン、チャンネル登録をしていただければ励みになります。ご視聴ありがとうございました。